どうもゴーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、こちらキャラバンの車中泊用のベッド、もうこれ全部取っ払って一から作り直したいと思います。現在はねこのような形になってます。実はねこれキャンプ用のコットなんですよ。車のサイズぴったりやったんでバッと敷き詰めてます。ベッドのサイズはね確か横幅67センチの縦が190ぐらいあったと思います。それが2つで134ぐらいなんで、ちょっと空いた隙間とかにはこういう木材で作った穴埋めというか隙間埋めを入れてあります。で室内は手洗い場とかはつけてないので全部が就寝スペースとなります。こちらのベッド寝てる分に関してはそんなに不具合は感じなかったんですけども、190長さがあるんでセカンドシートを立てた状態やと向こう折り曲げとかなあかんですよね。それを寝る前に1回ずつシートを倒してベッドを立ち上げるということをしなければいけないのが非常に面倒くさかったです。それとプラスここの高さなんですけど、だいたい270ぐらいなんですよね。今までやったらこういう収まる箱とかを入れたり、以前紹介させていただいた600ワットぐらい使えるポータブル電源、これがねちょうど収まってたんですよね。これが今ですね新しく導入したこのアフェリの1200ワットの電源、これが入んないんですね。この中にここが270、このアフェリさんが320から30ぐらいあるんで入んないんですよ。なのでね最近ちょっと不便になってきたんで新たにベッドを作りたいと思います。これはねキャンプ用のシートなんですけど、その下にこのアイリスオーヤマの6センチのマットを敷いてありました。間にね隙間が空くんで5センチ厚のクッションも挟んでました。ベッドだけになるとこんな感じでちょっとねやっぱ体重重いとへこんじゃうんで、それは気にはなってたんですけどね。これの良かったところはタイヤハウスがあるんですけど、そのタイヤハウスをかわしたところにちょうど足があったんでジャストフィットやったんですね。こんな感じでこのベッドねまた概要欄に載せておきますので、簡単に車中泊したいなっていう方いらっしゃったらね参考にしていただければと思います。畳んでしまえばこれぐらいの大きさになります。この下はあのジョイントマットで緩衝材代わりにしてました。はい、全部取っ払った状態です。で今回はここのユーティリティナットを使ってベッドを固定していきます。これ違うのついてますけどね、あの前にもあるんでそれを使って固定していきます。新たに買ってきた 2x4 材となんか安かった木材、それと家に余ってた 2x4 材、目標金額は1万円ぐらいで抑えたいので、今回使った材料すべて計算してどれがどれぐらいかかったかっていうのをね最後に書いておきたいと思います。そうそうそう、あの中のね内寸とか測った図面があるんでこちらに載せておきます。キャラバンのグランドプレミアム GX 大体の内寸です。また同じことされるような方いらっしゃいましたら参考にしてみてください。それでは早速固定金具から作っていきたいと思います。ユーティリティナットを使ってベッド自体を固定したいので、このようなアングル買ってきました。これとこれ、ホームセンターとかで売ってるやつ、これを使ってガチャコンと固定します。んでこう固定して、このタイヤハウスよりこっちに柱を立てます。そうすることでギリギリまで使えるんで、この新しく買ってきた木材があるんですけど、これが1830、これがねちょうどいい感じに収まるんです。扉に当たるか当たらへんかぐらいのところでまた高いんですけど、でなおかつセカンドシートがちょっと倒せると、家族4人で移動することが多いのでセカンドシートは潰さないように作っていきたいと思います。それでは早速このアングルを作るんですけど、こっち側曲がってなかったらあかんのですよね。でこの曲がってるやつも売ってるんですけど、ちょっとお高かったんで加工します。タイヤハウスから逃げたいからこっからここまでが200ぐらいなんですよね。なのでここでひん曲げます。そこそこ強度はあるんですけど手で曲がるんで、ぐんとよいしょ、ぐっと、これでだいたい20センチちょいぐらいの L アングルが出来上がりです。バッチリです。ではこのアングル取り付けていきます。 M6 15mm フランジボルト、よいしょ、うん、はい、アングルがね4箇所つきました。これね
これで全部つけれました。そしたら次はこれにこういう感じで取り付けていきますね。これはねアングル用のナットで留めていきますね。今回は完璧なキャンピングカーを目指してるわけではなくて、安くで簡単にできるベッドを作っていきたいと思います。できるだけお金をかけずにやりたいなという次第でございます。ベッドキットも買えば今やったら安くて4万円ぐらいで買えるのかな。はい、こんな感じですね。じゃあこれもね4箇所作っていきます。そしたらこれでアングルが4箇所ですねできました。こんな感じです。ちょっとぐらつくかな、けど後ろにはいかんと思うんですけどね。前か。そしたらいよいよここに角材を立てたいんですけど、ポータブル電源が330あるんで、340を基準に柱をカットします。そしてこの上がどれぐらい確保できるか、ちなみにね天井収納がついてるんで、これもひょっとしたら外さないといけないかもしれませんね。多少の誤差はあるかもしれませんが、だいたいいい感じで切れたんじゃないかなと思います。土台のところはねシートめくるんで350ぐらいでカットしました。取り付けはですね頑丈に行きたいんで、ビスではなくてナットで留めたいと思います。でナットを入れる穴を作ります。ここのね印したところに鬼目ナット入れていきます。鬼目は M6 の 13mm、 この 8.5 の切りを使ってこれぐらいで、こいつを勝ち込むと、はい、こんな感じですね。この 15mm これで止めていきますと、こんな感じで固定されます。ただこれ結構グラグラなんで、ここ軽く止めたいと思います。この下にね 12mm の合板入ってるんで、ちょっと散らかってますけど、これで柱が4箇所取り付けてきました。買ってきたやつ、こいつがいい寸法なはずなんで、これをまず基準に作りたいと思います。片付けた方がやりやすいのは分かってるけど、めんどくさくてやってないっていうので、外にしようか。こうやな、これぐらいか。おー、いい感じやね。それぐらいかな。スリムビスでひたすら打ち込んでいきます。120にしましょうか。下穴ってます。まあまあ強いです。で今でもボディが揺れるぐらいついてるんですけど、これをこっちに渡すことでもう一つ強くなると思うんで、ここの寸法を測って枠を組んでいきたいと思います。からここが 1m10 で、一番狭いところが1400と、端っこが1400の真ん中が900落として1400、1400、1400、1300ですね。じゃあこれでカットします。計算上足りる予定やったはずの木、足らない可能性が出てきました。ちょっと使い方間違えたかな。土台やからあんまり継ぎはぎにはしたくないな。キャンピングカーレベルでやろう思ったらもっとしんどいんやろな。あれとほんまにやってんのかな。無理やで、こんなこれでこんだけしんどいんやから、何時間あっても足りない。ちなみに車検の時は全部外しますからね。この土台ぐらいはいけると思うのかな。お、かなり強固。一回閉めてみましょうか。全然良い。天井がこれちょっと外さなあかんかもしれないね。しんどで、ちょっとここ部品足らずはちょっと嫌なんで作ります。買いに行くめんどくさいし、端材があるんで、まだ端材以外は使いたくないです。もう逆にこれでええか、出入りしやすいというか、あれやし、シートベルトを引っ張りやすいようにするために、ちょうど短いのがあるからぴったりなんよね。ミラクル的に土台ここにつけて、ほんでここに渡そう。ほんならシートベルトの邪魔になる。これをこの間に入れていきます。こっちちょっとすぼんでんのか、なんでやろう、気曲がってたから。あ、まっすぐじゃなかったんか、これ位置が。あー、なるほどね。いや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 、今更ですわ。
ユーティリティナットの位置がちゃうかったよな。ほんで斜めについたんか。あへんかったか。それで偶然長さを覆ったんか。日頃の行いが良かったかな。こんな感じで土台全体組み上がりました。あとは天板、合板ですね。合板買ってきて、それを見てここでわざと開けたので大きいものが入れれるように、であっちは細かいやつ入れようと思って仕切りしてるんですけどね、ここの強度を確認して必要であればもう一回補強したいと思います。この辺もねちょっと短いのがあったんでちょうどいいかなと思ったけど、ここまで行った方が良さそうや、伸ばしたいかなと思います。それでは天板行きたいと思います。合板を買ってきました。2枚ですね。今回買ったのは星が4つの構造用合板になります。フォルムアルデヒドとかが発生しづらい住宅の材料とかにも使われている合板になります。厚さは12ミリです。12ミリやと耐荷重的なものとか気になるんですが、これがだいたい1枚2000円ぐらいで安価で購入できる合板となってます。必要であればねまた値段増やしたりして対応したいと思います。こちら買ってた荷物ですね、一旦この中に収めてみました。結構収納力があります。アイリスオーヤマのマットとかもそのまま入ったんで。それとですねやっぱり今更なんですが、高さ全然確保できてないんで、こいつ一旦撤去したいと思います。ライトもついてるのか。ああ890から900取れてます。かなり広くなりましたね。それではね合板の方カットしていきたいと思います。できるだけねこの曲線ジグソーがないんで完璧にとはいかないんですけれども、隙間が少なくなるような感じでカットしていきたいと思います。だいたい取れたらいいんでね。だいたい折ってたらいいんだけど、ちょっと怖いたけど、あとはいい感じじゃないやろうか。よくせとこの下に通ってる柱のところに、うん、微妙やな。145のところ、よし、ぴったり。こんな感じでございます。ぴったりですね。であとはこれを収納ができるようにカットしていきますが、それで強度が落ちる可能性も否めない。強度も特に問題なさそうです。端材を使ってこの裏にはめ込んでいって、この板自体がずれないようにしていきます。はい、まあ多少のねずれはあるにしろ収まりました。ひょっとしたらオイルぐらいは塗るかもしれないですけど、これで一旦仕上がりとします。そして開けやすいようにここら辺にベルトとかつけて小細工をしたいと思います。100均で買ってきたものがあるんで、あ、これもねタッカーと100均で買ってきたベルトを使ってここ持ち上げれるやつ作ります。このベルトをこういう感じに折り曲げて、でちょっとプルってここから出しとく。これで外れなくなるんで、でダイソーのタッカーです。タッカー楽しいな。こうしてこんな感じで蓋開けれるところを左右につけて、大きいところだけはもうそのまま両方つけました。重たかったんで真ん中の方が開けやすいかなと。ここの微調整して、あとここにね敷くものを買ってきてあるんで、それを敷いてみたいと思います。まだね片付けが残ってるんですけど、とりあえず完成しました。床ちょっとお見せします。畳にしました。ユニット畳、これね実は本物のイグサ使ってて、すごく仲いい香りです。でその下がねもう板丸出しでいってるんで、まあ、これも置いてるだけなんでね、ひょっとしたらここにねパンチカーペットとかまたいずれするかもしれないんですけれども、まあ、予算の関係上低予算でということなんで、こういう形で済ませました。この畳はね結構いいやつなんで高かったんですけど、他のものはね廃材やホームセンターなどで売ってる木材を使って作りました。あ、ここもねクッションフロアの安いのがあったんでね以前貼りました。よいしょ。外から見るとこんな感じです。 60cm×180cm の畳なんで、ちょっとね隙間が空いてますけど、普通に座る分には全く問題ないです。ゴロネ畳やったかな。でこの下にはねアイリスオーヤマの 6cm のマットと電子レンジ、これもね前から電源引っ張ってあるんで使うときはすぐに使えます。こ
この下はポータブル電源とかも入れてあるんで、ほぼこのまま寝ることができます。高さはね、だいたい90センチぐらいあるんで、ピンとこう座高をきちっと伸ばせば頭当たっちゃいます。でカーテンも以前から使ってるものがあるので、これを、まあ、このカーテンとかもね、いずれは変えたいなとは思ってます。この間がねちょっと開いちゃうんで、車中泊とかの時はサンシェードしてるんで、これは後ろ戸を開けても見えませんよっていうようなカーテンです。寝転んでみましょうか。一度ね、こんな感じです。足がこの椅子に当たるか当たらへんか、立てればねもっと広くなるんですけど、この当たるか当たらへんかぐらいのとこ置いといて、まあ、無理ではないです。このままでも寝ることは可能です。身長が180なんで、まあ、ぴったりですね。かなり以前より快適になったと思います。まだ配線であったりとかカーテンであったりとか追加でやりたいことは結構あるので、また改造したいと思います。このユニット畳ですね、なんでこれ選んだかというと、こう折りたためるんですよね。ほんだらここがパコンと開けれるようになってます。でここにポータブル電源であったりテーブルであったり入ってある。気になる今回の車中泊ベッドお値段の方はこちらになります。おそらくベッドキット買うよりは全然安くできてると思います。値段張ったのはこのユニット畳1枚5000円ちょっとぐらいするんかな、確か。これ全部にレザーシートでクッション入れてとかやるよりはお安くできてると思います。荷物を積みたかったので、その上ねいつでも取り外せるようにしたかったのでこの形にしたんですけれども、実際に板だけでいいよっていう方でしたらかなりお安く仕上がってると思います。 2x4 材が 2.5m ぐらいのものが4本、それが元々あったのでそれを使用しました。その他はね購入しました。だいぶ気に入ってますこの製作時間は2日かけてやったんで、1回あたり 5,6 時間っていうところなんで、10時間から12時間ぐらいで完成しました。隙間とかが気にはなるんですけど、手作りのキャンピングカーっていうところがいっぱい上がってると思うんですけど、そこまでねやりたくないよ、いやいやできないよという方いらっしゃいましたらね、この動画をね参考にしていただければと思います。またねこの車使って車中泊キャンプ行きたいと思います。はい、というわけで本日の動画は以上となります。この動画面白かった、役に立ったよという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご参考にビンコでした。グッバイ。よいしょ。